お告げを広め、お告げに従いなさい。早くしないと日本は潰れる。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。日月神事解説シリーズ第3章第4章についてお話しします。あなたは日月神事の予言の原文を読んだことがありますか？もしあなたが読んだことがあるとすれば、おそらく難しいと感じたんじゃないでしょうか。でも日月神事の予言の中には非常に重要な内容が書かれていて、知らないでは済まされない日本人の使命、今日本人に神様から期待されていることが込められています。今日は原文の中の最初の巻、神つまきの最初から読み解くシリーズの第3章と第4章についてお話したいと思います。日月神事はただの予言書ではなく、戦時中から戦後に書かれた書物ですけれども、今の現代社会においても私たちの生き方や価値観、あり方について大事な予言、神様からのアドバイス、警告を伝えられているものです。今回ご紹介する第3章第4章には、個人の精神の浄化、体の浄化、そして社会の大変革に関するメッセージが込められています。このようにちゃんと文字で残されているこの日月神事の教えを知りもせずに無視し続けたとすると、人類はどうなってしまうのか。大事な本質から多くの人が遠ざかってしまい、個人においても社会としても大きな混乱や危機に直面することになります。今私たちがいる世界では、物質的なこと、お金や物質の豊かさに目が行きがちで、内面の充実や精神世界の進化ということに目が行かない人が多いです。でも今のこの地球が直面している状況、2012年から始まったアクエリアスの新時代という水瓶座の時代、そして2020年から始まっている風の時代、そして1995年以降、世界の中心が日本に移ってきていて、しかも日本の精神文明がこれから世界に花開いていく、そんな仕組まれたようなタイミングの中で、精神性を求めない、考えない、意識しないということは、イエス・キリストが予言したゲヘナというこの世の地獄に突き進むことになりかねないんです。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは日月神事の第3章第4章から現代社会における精神性や見えないものに対する自分の在り方や、自分自身を浄化し魂を禊いでいく、その必要性を深く知ります。またあなた自身も社会にどのように関わっていけばいいのか、何をしなければいけないのかを気づきます。その気づきがあなたも世界をも変えていくんです。あなたのためにも世界のためにも大事な話をしますので、今日の動画を最後までご一緒ください。日月神事とは、あなたがもしかしたら日月神事を初めて聞くかもしれませんので、簡単に説明しておきますと、国の常立ちの神という高格な神様、最上級の神様が神道家岡本天明さんの体におり、岡本天明さんの意思に関係なく筆を進ませて書かれた予言書です。神様からのアドバイス集、それが日月神事で、39巻、そして補完が1巻という膨大な予言書になります。その一番書き出しである第1章と、その次の第2章は以前の動画でご説明しましたので、今日は第3章第4章です。日月神事解説、まず第3章について見ていきましょう。これから原文を読んでから、その原文の意味を細かく切りながらお伝えしていきます。ぜひ原文を味わった後で意味を大体で理解してください。細かく正確にはそこまでしなくても大丈夫です。では日月神事神つまき第3章、よごとは神、何も上下下ひっくり返っているから、わからんから、神の心になれば何事もわかるから、鏡を掃除してくれよと書かれています。ここの部分を解説します。今この世の中で良いと言われていること、それは神の世界と逆になってしまっている、全てがひっくり返ってしまっていて、価値観がぐちゃぐちゃである。でも良いも悪いも神の心になれば全てがわかるから、鏡を掃除し、自分の本当の自分を映し、その中から我を取って神になれ、そうおっしゃっています。では続いて、今にこのお告げが一二三ばかりになるから、それまでに御霊磨いておらんと、御霊の曇った人には何とも読めんから、早く神心に帰って降りてくれ。何もかも一度に出てくる。海が丘になり、丘が海になる。ここのところちょっと難しいかもしれないのでお伝えします。
もうしばらくすればこのお告げが本質を伝えていることがわかる。お告げしたものは現実となる。その時までに身と魂を見添いでおいてくれ。そうしないとお告げが読めない。だから早く見添いで神に戻ってくれ。今後いきなり時代は進むぞ。海だと思っていた場所が陸地になり、陸地だと思っていた場所が海となるような、全ての善悪や解釈、考えなどがひっくり返ってしまう。そんな時に本質を分かっていないと大変なことになるぞ。見添いで本質を見ることができるようになりなさい、とおっしゃってるんです。では続いて第4章に行きたいと思います。急ぐなれど、臣民なかなかに言うこと聞かぬから、言うこと聞かねば聞くようにして聞かす。神には何もかもできているが、臣民まだ目覚めぬか。金のいらぬ楽の世になるぞ、とおっしゃっています。この部分を解説しましょう。この世の中の改革、大選択、大掃除は急ぐ。だが人民民衆はなかなか目覚めない。だがもし目覚めないままであったとしたら、目覚めさせなければいけない。神には全てが見えていて、これから理想の世界が来るんだから目覚めなければいけないし、目覚めなさい、とにかく目覚めろ、ということです。では続いて、早く神祭りてくれよ。神祭らねば何もできぬぞ。表の裏は裏、裏の裏があるよぞ。神を出しにして今の上の人がいるから神の力が出ないのぞ。お神に狼を祭りて、祭りごとをせねば収まらん。この神を祭るのは見晴らし台ぞ。富士見晴らし台ぞ。早く祭りて蜜毛を世に広めてくれよ。早く知らせねば日本が潰れるようなことになるから、早う祭りて神の申すようにしてくれ。神せけるよ、とおっしゃっています。ここもちょっと難しいので分かりやすくしましょう。まずおっしゃっているのは、早く神をお祭りしなさい。裏表という見えてる世界だけではなく、もっと裏の裏というような深い見えない世界があるのだ。今の世界では神を語って政治をしているが、そんなことだから神の力が出せないんだ。神をお祭りして祭り事という政治を行わなければならない。政治とはこのお告げを広めることだ。だから世間を広く見渡せる場所、そこで神をお祭りし、お告げを広め、お告げに従いなさい。早くしないと日本は潰れる。早くしなきゃいけないのに神はやきもきするぞ、とおっしゃってるんです。相当神様は焦っておられるというか、じれていらっしゃるという感じです。では続いて、上ばかり良くてもならぬ、下ばかり良くてもならぬ、上下揃った良き世が神の世ぞ。ドイツもイタリアも当てにならぬ。世界中一つになって神の国に寄せてくるぞ。それなのに今のやり方で良いと思っているのか。わからねば神に尋ねて祭りごとせねばならぬということ、まだわからぬか、とおっしゃっています。これを解説します。統治するものだけが良くてもダメだし、民衆ばかりが良くてもダメ。何事も全てが良い、行き届いた状態にしなければいけない。ドイツもイタリアも他国は当てにはできない。世界中を一つにすることが理想の世界を作っていくことである。だから今やっていること、やり方が間違っていることに気づきなさい。もしわからないなら神様に教えてもらえ。神様の言う通りにすればいいだけなのに、それがわからんのか、ということをお伝えになられています。ここで言っているドイツとイタリアというのは、戦時中における三国同盟、この同盟を元にして当てにしても無駄だということをおっしゃっていて、これは初めの大峠という、第二次世界大戦から戦後の GHQ 管理社会、このあたりが初めの大峠であり、その時の予言です。ただ火付神事は全て二段構えの予言になっています。ですから初めの大峠であったことは、次の大峠という、これから来る大峠、ここにも当てはまるんです。そう考えるとアメリカもどの国も当てになどならない。そのような大きな事態が来る。それが今私たちが直面している状況で、今こそ世界を一つにまとめるということが必要である、ということをおっしゃっていると読み解けます。つまり天上無休の進捗、世界を愛でまとめて和し、地球を愛の心次元上昇させるということが神様のご期待であり、求められている
ということをおっしゃっているんです。ではさらに続けます。神と人とが祭り合わせてこの世のことがさせてあるのぞ。人が聞かねば神ばかりで始めるぞ。神ばかりで選択するのは早いなれど、それでは臣民がかわいそうだから、臣民皆やり直さねばならぬから、気をつけているのに何をしているのぞ。いつどんなことがあっても知らんぞとおっしゃっています。この世の中は神と人とで成り立っている。それができるぐらいに人にも力を与えているんだ。でもそのことに気づかず目覚めず、人が神の言うことを聞かないのであれば、神だけで理想の世界を作り始めるぞ。神が選択してしまうのは簡単である。それではあまりに人民がかわいそうだ。今人民は根本に帰ってやり直さなければいけないタイミングにあるのに何をやっているんだ。大変なことが起こっていっても知らないぞとおっしゃっています。だいぶ神様もじれていらっしゃる、それを感じます。では最後です。神祭り第一、神祭り結構。文のこの花咲くや姫の神様を祭りてくれよ、小花咲くや姫も祭りてくれよとおっしゃっています。ここの部分でおっしゃっているのは、神を祀ることが第一であり、神を祀ればいいんだ。そしてこの花咲くや姫という神様をお祭りしなさい、小花咲くや姫もお祭りしなさいとおっしゃっています。ここでこの花咲くや姫という神様について説明しておく必要がありますのでお聞きください。この花咲くや姫は天孫降臨したニニギの御事が一目惚れして会った途端に求婚した絶世の美女です。海幸彦、山幸彦の母ということでも有名です。このニニギからの求婚に大喜びしたのは大山積みの神というこの花咲くや姫のお父さん。その大山積みの神は姉の岩永姫も一緒にめとってくれとニニギに頼みました。この花というのは桜の女神であり、美しさと儚さの象徴、見える物質界の神様。それがこの花咲くや姫。それに対して岩永姫というお姉さんの神様は気の領域とつながる気の領域を治める神様なので、この物質界においては見えにくい神様なんですね。物質界だけでなく気の領域とも統合させ君が代を作っていく、そのためにもこの二人をめとってほしいという依頼だったんですけれども、ニニギの御事は岩永姫が醜いので断り、この花咲くや姫と結婚したとされています。これは醜かったためというふうになっていますが、醜かったのではなく見えにくかった、気の領域の神様なので半霊半物質なので見えにくかったということなので、岩永姫様というのは絶世の美女です。ただ物質界の象徴であるこの花咲くや姫をめとったために、ニニギの御事からつながる天皇スメラ御事たちの命は儚く短くなったと伝えられています。そして知っておいてほしいのは、今アマテラス大神から地球を譲り受けて地球を託されているのは岩永姫様です。男性性の時代から女性性の時代に変わり、岩永姫様が今この地球をトップとして見ておられます。その実行部隊として先日ご紹介しました宗像三女神という市木島姫様、滝津姫様、田切姫様、この三女神は実行部隊です。それを統括しているのが岩永姫様。そう理解していただいた時に、七鬼神事の神様がおっしゃっているこの花咲くや姫という神様を祭りなさいというのは物質界という意味でそうなんですけれども、この花というのは個々の花、自分の花を咲かせる、つまり自分の内面にある奥にある本当の自分を咲かせる、自分の中にある本当の神である我神我をこの花咲くや姫と表現しているんです。ですから全神壇のこの花咲くや姫の神を祀れというのは、神我の自分に気づき自分を神として祀れということであり、その次の小花咲くや姫はこれは岩永姫様を表していて、物質界ではない気の領域、つまり自分が神であり自分の範囲の外である神様、それが岩永姫様なので、自分を神として自分を祀り、それ以外自分が手の届かない見えない部分まで全てをコントロールされている神様、岩永姫様をお祀りしなさいということをおっしゃってるんです。
では今回の3兆4兆を通してまとめたいと思います。今のこの世の中は神の世界と逆になってしまっていて、全てがひっくり返っている。その状態では何が本当なのかわからなくなってしまうので、自分を見そぎ本当の自分の我を取って神になれば全ての真実がわかる。これから神がお告げしたことが現実になる。それまでに身と魂を見そいでおかないとこのお告げが読めない。だから早く見そいで神になってくれ。これからいきなり時代は進む、大きく変化する。海が陸になったり陸が海になったりするような大きな変化が物質界でも精神界でも起こる。今までの全ての考え方もひっくり返る。だから本質が分かっていないと大変なことになる。見そいで見そいで本質を見れるようになりなさい。この世の改革、大洗濯、大掃除は急を要している。目覚めないといけないんだけれども、もしこのまま目覚めないんであれば神が無理やりやるしかない。だから早く神をお祭りし、裏表だけでなくもっと深い世界があることを知りなさい。神をお祭りして政治を行い、お告げを広め、お告げに従いなさい。早くしないと日本が潰れてしまう。統治する者だけが良くても民衆だけが良くてもダメ。何事も全てが行き届いた状態でなければいけない。世界中を一つにして理想の世界を作っていく時が今なのだ。だが今人がやっていること、民衆がやっていることは間違っていることに気づきなさい。わからないのであれば神に聞き、神の言う通りにしなさい。神が言う通りにしないものを排除し選択するのは簡単だが、それでは人民がかわいそうであるから親心としてこう言い聞かせているんだ。大変なことになっても知らないぞ。自分の中にある本当の自分を輝かせる神様、自分自身が神に戻り、その神を祀りなさい。そして自分以外全てを治めておられる神様をお祀りしなさい。つまり身の領域の神を祀り、気の領域の神を祀って、君が代を作るのだ。この神を祀るということが大事で、それ以外のことは必要ないんだとおっしゃってるんです。少し今日お伝えしたい意味や解釈も抽象度が高かったかもしれませんので、ちょっとぼやっと理解しただけかもしれません。でもおっしゃってるのは、時間がないこと、急がなければいけないこと、急がなければいけないこと、神の言うことを聞けばいいのだということ。このままでは日本が潰れる。だから自分の内なる神をお祭りしなさい。自分以外全てを司っておられるご存在、岩永姫様をお祭りしなさいということです。岩永姫様という今の地球における最高神、この方は産砂様とつながることによってつながりますので、まずは産砂様というあなたの人生を担当していただける神様にお参りすれば大丈夫です。それがすなわち岩永姫様に通じると考えてください。岩永姫様がご祭神の神社にお参りしてもいいんですけれども、まずは産砂様で、岩永姫様のご祭神の神社にお参りするんであれば産砂様を通してアポイントを入れてもらってからお参りしてください。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価コメントいただけると嬉しいです。今予言天狗と LINE でつながっていただいた方には、天命地命我命という最も大事にしなければいけないことの決め方や、丹田活瞑想という真の瞑想法、君が代を自分の中に作る方法、それについての重要な情報などを LINE で配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今予言天狗と友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つをお渡ししてますので、ぜひゲットしてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。今母の実家岩国でこの撮影をしてるんですけれども、やはり岩国基地でおそらく米軍の戦闘機なんだと思うんですが、かなり爆音が入ってきます。今日の動画の中でも少し聞き苦しいところがあれば申し訳ないなと思います。ちょっと爆音が聞こえ始めたらしばらく喋らずに置いてるんですが、喋ってる途中で聞こえ始めると若干入ったりするかもしれないなと思い、申し訳なく思います。これが米軍基地がある岩国、その宿命でもありますので仕方ないなと思います。でももし台湾有事でもあろうことなら、ここはどうなるんだろう、母をどうしようか、そう考えたりもしています。世界が争うことなく平和な世の中にしていくためにも、早く地球はアセンションしないといけないなと思っています。ということで、ではまた。